昭和の車が大好きな80ガレージインパクト香川直也です。はい、どうも。本日の撮影者は渡辺でございます。お願いします。自撮りしてみてください。OK OK でありがとうございます。はい、本日はですね、大好評、80ガレージインパクトガラクタ1、こちらをお届けしようと思います。今日も一日よろしくお願いいたします。お願いします。はい、まあ9月に入りましたね、なべさん。だいぶ涼しくなりましたね。だいぶ風が変わったですね。変わりましたね。今撮影時間4時、ちょっとまああの何ですか、夏のじりじりする暑さはもうないですね。夕方になると若干涼しい、そういった季節になってまいりました。本日はですね、ガラクタ1ということで、こちらの2台、この怪しげな白い2台をですねヤフーオークションに出そうと思って撮影を開始しました。まずですね、ガラクタ1の開催にあたり、ルールを説明させてもらおうと思います。ルールよろしいですか。2台ともヤフーオークション売り切りで出します。今回だからね、10円しか入らなかったら10円で譲ります。いいでしょ。こちら原価なんか33万円かかってます。向こうは原価15万円かかってます、ね、最低でもその2台まとめたぐらいは欲しいんですけれども、もう売り切りで出しちゃいます。だからまずはヤフオクに上がりましたら、説明欄をよくお読みになって、それから入札してください。こんなに言ってるんですけどね、なかなかご理解いただけない方がいるんですね。だから一応今口頭で述べます。完全現状販売、ノンクレーム、ノンリターでお願いします。で、このような古い車ですね、今送料がすごく高くなってます。だからもうこちらで見積もりは一切しません。ご自身で、陸送のお見積もりはしてください。とまあ支払いですね、ヤフオクで落として後からローンにしてくださいとかいう人がたまにいるんですよ支払い後の相談は一切受け付けておりません。もう即振り込んでいただける方か、ヤフーの簡単決済でご入金いただける方、だから返済能力のないそこのあなた、絶対入札しないように。いいですか。わかります。渡辺さんなんかこれ欲しがってましたね。で、返済能力ないですよね。返済能力バッチリないですよね。側近か、なんかローンいいですかとか、後から、絶対ダメです。ダメです。もう即振り込み、ヤフー簡単決済でいける方のみ、ローンとかいう人はもう周りからお金借りる段取りしといてください。そこら辺の友達から。それでよろしくお願いします。以上を踏まえて、じゃあ商品を見ていきましょう。じゃあ渡辺さん、まず、商品ナンバーワン。ナンバーワン。ナンバーワン、昭和63年式 L70 ミラー TRXX ターボになっております。こちらですね、前後オーバーフェンダー。で、あとホイール外そうかなと思ったんですけど、なんかコメント欄でホイールがすごい人気があったので、もうそのままつけて売っちゃろうかなつけて。はい。ナベさんの大好きなマーク1ですよ。マーク1。これはですね、大学、はい、減りますんで、はい、今日も。エアが減るんですね。エアが減ります。はい。マーク1。入れてください。はい、マーク1。で、これ前後オフセットが違いますよ。後ろの方が太いんですよ。かっこいいですね。12インチ。1358012がついてる。前はちなみに何ですか ?1645?1470?12 がついてます。前後オフセット違い、前後タイヤの、サイズも違う70ミラーですね。これぐるっと見ていきましょう。ぐるっといきましょう。これですね。いいですね。5速です。一時抹消渡し、書類ありでございます。で、外観で言うと、エアロ、前後エアロ。このオーバーフェンダー気味エアロ、これもう今ないですからね。ないですね。これダメさん、買っちゃった方がいいんじゃないの？ないです。オーバーフェンダー好きの渡辺さん。なんかちょこ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 。なんかマフラーがついてますね。これマフラーなんかな？ FG、あ、富士壺だ。富士壺の、肩出し、右出しマフラーがついております。で、足回りはですね、前後、サスカットでございます。それに、カヤバのショックが入ってる。そういった足回りになっております。はい。
で、走る、曲がる、止まるをですね、約2年前に確認しております。2年前に、ブレーキが悪くて、ブレーキオーバーホールしてます。フロントのブレーキパッドの交換、リアのブレーキライニングとカップキット交換してます。これ2年前。で、1年半前に、まあなんかこんな形で珍しいじゃないですか。だから、レストアして、まあレストアって言うともう外だけ塗り直して、まあ売ろうかなと思って、アキオンヤタンのとこに持って行ったら長期熟成させやがった。苔がもう1年半の赤がすごかった。赤がすごくて、もうね、もうあちこち、とても程度がいいとは言えません。もうこのとこももう、サビサビです。はい。あちこち、サビの古文みたいなやつがいっぱい出てきてます。いっぱいありますね。出てますね。見れば見るほど、程度がよろしくない。こんなとこ。ね。出てます。程度がよろしくないですね。はい。もうここももうすぐ、これ絶対折れますよ。もうすぐ。ミラーあるあるのここがね、パキって折れるんです。折れる。はい。もうすぐ折れます。折れます。そういった一台です。で、中も見てみますか。向こうから見てください。はい。中もですね、天井がもうビロンビロン、ビローンとなってますね。ビロンですよ。で、運転席に、ブリッドの、バケットが入ってます。これが、高価、不高価入っております。はい。で、あとは純正ですね。それと、あ、ホットロードがいっぱい、白バチョ。アキオンヤターがまた、この時ね、CBR も一緒に出してたんですよ。で、CBR、これ、春山仕様。これを作ろうと思って、これ作るにあたって、本の気持ちをわからんと、作れんでしょ本を、読んでおけと言って渡したんですけど、こんな形でも。後ろに、死ん投げられちゃうとは思わなかった。これは売りません。これは申し訳ない。これは私が宝にします。宝物で、はい。はい。ホットロードは別売りでございます。別売りでございます。と、桃製のハンドル。ちっちゃい桃。いいですよ、これ。いいんじゃないですか、これ。値打ちあるんじゃないですか、小径タイプの桃。小径タイプ。まだ、ぺったりもなく。ねえ。ハンドルいいですよね。ハンドルはいいです。灰皿。灰皿と。いいですね。あとね、ちっちゃい釣り革も、すごいついてます。ああ、かわいい。いいですね。と、内装も、漏れなくボロい。漏れなくついてます、はい。パワーウィンドウなし。パワーステなし。エアコンもなし。はい、そういった内装ですね。で、後ろはですね、カロッツェリアの、ちょっと年代物のスピーカーがついてます。ね。いいじゃないですか、これも。この前ね、外せる部品は外しました。スタタボグリルは、ちょっと僕のもう一台のミラーに移植しようと思います。移植。こちらは、よいしょ。はい。エンジンは確か一発始動ですね。エンジンは一発始動。一発始動です。はい。で、まあ、前のオーナーから買うとき聞いたんですけど、ラジエーターは一回やり替えたっていうことだったんですね。意外とコア綺麗です。で、タイベル、その辺は不明ですね。汚れてまして。はい。シールが不明でございます。不明です。エアコンは効きません。しかないです。コンプレッサーないです。タンクはあるんですけどね。ああ。はい。効きません。そういうことです。で、ストラットタワーバー、ついてます。はい。じゃあ、そのままエンジンかけてみましょうね。一応エンジンはかかります。ただこう乗って帰るとかいう、そういう考えはやめてください。エンジンかけてみます。二発始動でした。なんかちょっと被っちゃうのかな。いい音ですね。うん、音はいい。かぶりが取れましたね。オッケー。オッケー。まあ、エンジンも快調ですね。まあ、こういった状態です。ただ、何度も言いますけど、1年半、長期貯蔵されてました。今、エンジンかかりますけど、乗って帰るとかいうことを間違っても考えないように。よろしくお願いします。はい、で、陸送はですね、ご自身で手配されてください。よろしくお願いします。はい、それでは商品ナンバー2。2
平成元年式プラウンツインカブ24スーパーチャージャー。スーパーチャージャー、これですよ。スーチャーです。スーチャー、これ本物です。こちらですね。こちらですね、まあ前オーナーの悲しい思い出と一緒にうちが買い取ってきました。はい、国見ダンディですか。国見ダンディがですね、なんかヤフオクで友達の車におっかま掘って、なんか部品取りでどうしてもテールランプが欲しくてこれを買ったらしいんです。はい、いくらだと思います。これ前あ聞いたですね。 150万で買ったのをなんとか買い取ってくれって言われて、いやもう断ろうと思って、いやもう値段出ませんよって言って、もう15万ぐらいしか出ませんから、もう大切に乗られてくださいって言って断ったんです。でもそれでいいですって言われて、それでいいですって言われたら買わんわけにもいかない。うわ、それでで、ね、買ったんですよ、この怪しげなクラウン。まあ見ていきますかね。総額150万のクラウン見ていきます。まああのホイールは変えました。なんかね、こっちのね、今度紹介しようかなと思ってる平成2年の3リッターロイヤルサルーンに、まあこちらのホイールをちょっと入れてみました。で、向こうについてるのをこっちに入れて、まあ好みはいろいろあるんでしょうけど、ザウバーをですね、まあ、ザウバーディッシュに今変わっております。これはまあ向こうのクラウンについてた、まあ名門ホイールです。名門ですね。やっぱクラウンとザウバー相性いいですね。だから向こうにつけたままにしようかなと思ったんですけど、まあ、なんか面白くしたかったんで、ちょっと14インチを打ち込んでみました。はい。じゃあこちらですね。ザウバー。今ついております。と、前後バンパーがなぜか3リッター仕様。しかもちょっとスモークがかっています。で、ここに隙間がある。隙間が。どうですか、渡辺さん。150万の隙間が。嫌いです。嫌いじゃないよ。もうボディとかね、白がもう飛んでますよ。白飛び。はぁ。平成4年から車検切れっぱなし。ああ、これで、ね、令和4年か。令和4年まで車検があったかな。はい。まあでもね、辛い位置で。かっこいいですよ。ここは、ここだけ見たら。ですね。はい。はい。で、サビもある。スモークテール。で、後ろもビッグバンパー。で、下がない。どうですか？ないんですよ。恐れ入ります、ね。恐れ入りますね。本当に。かっこ悪いですね。かっこ悪い。はい。で、なんか、ワンオフの、しょぼいマフラーがついてます。これもなんか、かっこ悪いですね。かっこ悪いですね。かっこ悪いですね。デュアル。で、あちこち冷めた後、自家塗装して。アンテナ立てちょったっすかね。だからですね、ここ。あと、ここも冷めてますね。ああ、冷めます。冷めてます。冷めます。純正ですかね。スーパーウーファーって書いてますね。はい。中はですね、シャンデリアがついてるんです。家庭用やめんですか、これ。すごいですね。これさ、車用じゃねえやろ、これ。すげえ。車用じゃないっすね。家庭用やないっすか、これ。玄関とか。肩着じゃねえな、これ。はい。じゃあ、おしゃれなシャンデリア付きですよ。で、あとは至ってノーマル。で、シートも割と。割といいですね。割といいです。シートは割といいです。割といいです。ちょっとエンジンかけてみる。ああ。こっちパワーシートついてる。お、すげえ。パワーシート、こっち動くわ、ちゃんと。あ、全部動く。ちゃんと動きますね。パワーシート。パワーシート。エアコン。いきますか？うわ、全然効かん。あ、入った。うわ、ガーン。で、ここがね、ちょっとこう、浮いてる。浮いてますね。浮いてますね。あれはない。あ、浮いてますね。クラウン表発動ですね。あれはないですね。で、実走行かどうかわかりませんけど、74000キロを指してます。
ですね。で、もうガソリンが、エンプティがついてますね。はい。あ、もうやばいですね、これ。はい。じゃあ一応エンジンルーム見てみますか。見てみましょう。お願いします。やっぱちょっとシャンデリアに感動しましたね。感動しました。感動のシャンデリアがついてました。なるほど。見れば見るほど怪しいクラウンですね。怪しいですね。ボンネットダンパー効きですね。これスーパーチャージャーですかね。ですね。はい。ですね。結構こんなの変えられちゃうんですね。もうこの辺は変えてますね。で、このヒューズ、引き出し。上のケース、どうしたんでしょうかね。危ない。150万も出して、こんな車来たらたまらんっすね。そうね。これで来たらしいですよ。うわちょっとエンジン、じゃあかけますんで、撮ってくださいね。はい。はい、いきますよ。ワンオフマフラー。よし。ワンオフマフラーも行きますか。はい。おお。そうですか。これでもなんか程度悪そうなんよな。なんかガソリン癖よね。ちょっとお世辞にも上等とは言えません。まあそういった一台でございます。それでもいいという人にね、ですね、ぜひ買っていただきたい。あの、まあ、シャンデリアも、もしかしたら、うわーっていう人がいるかもしれない。いない、いない、わからんよ、そんな。はい。以上、80ガレージガラクタ1編でございました。はい。このようにですね、買取車両、続々お待ちしております。日本全国、どこでも参りますので、概要欄、もしくはホームページ、もしくは、なんですかね、カーセンサーとか、そういったところの、説明欄から飛んでいただければ、査定ができますので、よろしくお願いいたします。あとですね、渡辺の方からお願いが、求人のお願いが。何のお願いですか？求人のお願いが。求人？はい。そこのあなた、私と一緒に、働きませんか？ネジ緩めませんか？お待ちしてます。仲良くやりましょう、仲良く。仲良く。お願いします。仲良くですね。経験者。優遇してます。あの、年配の方でも大丈夫です。で、まあ、働き方、いろいろ選んでいただけるように、休みが多いのがいい人は、まあ、休み多めなシフトも組めますし、給料がいっぱいの方がいい人は、まあ、給料いっぱい型のシフトも組めますし、そこはね、選んでいただこうと思ってます。で、ただ、一つ、私から条件があります。旧車が好きな方、もう、こちらで、よろしくお願いします。旧車好きじゃないと、やはり、なかなかですね、整備もいろんなパターンがあって、長続きがしませんので、旧車が好きな方、そちら、よろしくお願いいたします。場所は大分県です。それでは皆さん、また来てね。お願いします。じゃあね、いや、ぐるぐるぐるっと、全部取ってください。ニラです。いいな、これ。これ、鍋さん買った方がいいんやね。これ昔、羽があったっすかね。あったあったあった。ボワーンって、あったね、羽が。もう今見らんな。見らんっすね。これだ、フロントパイプも快調っぽいんよな。結構シャンシャン走る。あとこのクラウン。あ、下もなんかビローンチになってますね。まあ、下見て。あー、いたー、はい、で。よく見たらフロントのウィンカーもねえな。あ、ねえものがいっぱいやな。こういう顔面にしたかったんですよね。はい、今日のうまインパクトはこちら、嫁の中華そばでございます。いいですね、嫁が作ってるらしいんですよ。全部のせ、わ、カレーがある。ミニカレー食べて入りましょう。靴箱へお入れください。スリップ、すげえ斬新、特製からし高菜をメインに娘である嫁の人気トッピングを合わせました。カレーどうもありがとうございます。そう、こちらカレーです。一口カレー、ミニカレー、ミニカレー、そうですね、はい、
餃子も来ましたよ。そちらでよかったですか。はい、回します。あ、いいですよ。はい、はい、終了です。これが嫁のおしめんでございます。何がですね、全部のせいがおしめんの証拠なんじゃないですか。はい、鶏醤油です。よしは塩、私は醤油でいただきます。とりあえず、麺が、あの中華そばに絡むもっちり麺です。うん、カレーも後からスパイスが来る、追いスパイスが。餃子いただきます。餃子いただきます。うん、おいしい。3回食べればおいしさがわかるという割には、全然1回目からおいしいんやけど。で、メンマが苦手な人でも食べられる臭みを消したメンマです。うん、おいしい。あの舌にまったりくる嫌な味がねえな。めちゃくちゃおいしい。めちゃくちゃ出汁が効きまくり。なんかこう化学調味料っぽい味が一切ない。うまい。こちらがですね、東北の文化で麩が入ってます。これが特徴ですね。とても合いますね、うん、とても合います。全然大盛りでありやわ。大盛りが同じ料金、この物価高の中。ずっと飲める。カレーがこれでまた一工夫あるんよね。鶴崎地区暑いっすね。餃子どうですか。餃子もうまいです。全部美味しい、うん、ニンニク効いて美味しい。半分食べたんで、味変を。胡椒合うわな。ごま。中華そば、生姜です。追い生姜。はい。うん。変わった。おっと、歩を失うとこや。この音、ナマフですよ。うん、ナマフですね。こううまいと汁のやめ時がわからんわ。グビグビいってしまう。最後はの特徴ある生麩。
うん。生。もてもて。2枚入ってます。はい。おいしい。はい。嫁の中華そば。どの方がお嫁さんなんでしょうか。聞いたらわかるんでしょうか。はい。せーの。はい、パクト。はい、ごちそうさまでした。よしか。千葉さん。うわ。あ、豊か旅館やったんや。まだ旅館しよんの？でも看板がないけんやってないわな。へぇー。嫁中。鶴崎地区侮れませんね。